富田のふさふさ鍼灸実技編ということで、小江戸鍼灸院の富田よしみが本日も、お話しさせていただきます。よろしくお願いします。富田のふさふさ鍼灸実技編、針はどう効くの、どこに打って電気はどうつなぐ、髪の毛のお悩みを何とかしたい鍼灸師は必見セミナーです。今日のテーマ、セラピストではなく鍼灸師にしかできない育毛トリートメント、本当に困っている脱毛症の方を助けれる鍼灸師になるためには、潰瘍性大腸炎の治療によって脱毛症も改善する、針治療っていうのは潰瘍性大腸炎やクローブ病、腸内フローラを改善するっていうのはほぼ間違いがない、血流も良くするし炎症も良くするし腸内環境も改善するし、こんな状態だった眉ですけども、このぐらい回復しましたっていうと、春光を綿棒に塗ってぬり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 と横でつなぐのがふさふさ鍼灸のポイントです。髪の毛がちょっと薄くなってるところのちょっと外側を、疲れてくるところ頭皮って落ちてくるので、こう上に引き上げていきます。正中に向かって上げていくっていうような流れがふさふさ頭皮マッサージですね。